トミー君、スパチャありがとう。初めてレオさんの配信見ながらサッカー見ましたが、かなり面白かったです。やはり監督だけが、まあ、監督っていうかね、日本に監督森保さんしかいないんだらそうなんだけど、まあ、選んでるサッカー協会がね、だって、まあ、技術委員長、今の技術委員長が選んだわけじゃないけどさ、今の技術委員長もね、ブラジル戦の反省が何かの試合の反省負けたとした時にさ、ポセッション率が低かったからっていうさ、いつの時代の基準で話してるんですかみたいな。監督だけっていうか、うん。腐った組織の中で、そこに入ってないね。うん、人が頑張ってるっていう、入ってないというか、選手として関わってる人たちが頑張ってる。だってこれ信じるか信じないかみんなに任せますけど、せっかくみんな来てくれてるからさ、教えるけど、なんか合宿時に、田島さん現れて、日本サッカーどうすれば盛り上がると思うっていう選手たちのミーティングで、まあみんなに聞いたと。そうそう。選手にね。それマーケティング部とかさ、そういう人に聞くんじゃない？選手になんか聞いたんだって。で、みんな何答えでいいか分かんないじゃん。で、困ってる中、同案だけ3つぐらいちゃんと答えたっていう。素晴らしいよね。うん、すげえ面白くない？その話。堂安のあの意識の高さっていうかさ、堂安ミニホンダみたいなとこあるじゃん。それ聞いて僕堂安大好きになったんですけど。